上だった、下だったっていう、あ、そういうことがないように、まあ、簡単なガイダンスでこう卵型を描いて、大体人間の顔、そうするとね、ここにやっぱ陽線が発生するんですよ。目が違うでしょ。一番明るいところ、ちょっと暗い、一番暗いで、ここに鼻の穴がある。で、そうするとここが強いわけですね。両線のところに明るくて、こう左右からこういうふうに、はい、そうすると同じ、こっちから左右のところから同じ、はい、目と目の間にこう入りづらい、この幅なんですね。で、特に歩くとちょっと寄ってる感じなんですね。割と目幅。